マイクで喋ると言われたんですけど、これで入ってますか？はい、ありがとうございます。それでは始めます。なんかちょっと配信は少し遅れてやるのかなという感じですが、まあ、時間通りに8時に終わらなくちゃいけないそうなのでやろうと思います。今臼井さんと後ろの方で話して、このベースはいくらするんだとかいう話をしてて、それはね、分かんないですね。なんかもう40年ぐらい前に買ったので、音を聞いて値付けしてもらう方後でも。それではですね、ピアニスト の篠田さんと僕で2回目なんですけど、やってみたいと思います。
こんな感じですよ。どう？いい、いい。あ、っていうかね、あのいつも一緒にやってる中山健太郎がね、ライブの時僕なんかすごく不安になっちゃうんですよ、自分でやってて。でお客さんにどうでしたかって必ず聞くんだけどさ、それはどうなんでしょうみたいな。で昔それはやめといた方がいいって言われたこともある。なぜかというと聞いてき来てくれる人がさ、ダメだって絶対言うわけないじゃないですか。無意味だからやめろって言われてるんだけど、でもなんかすごい不安になっちゃうのでどうでしたかって聞いちゃうんだよね。ということで1曲目があのブルース・フォー・アリス。なんかあれでしょ、こう結構気合い入ってるでしょ。本当なんかね、そう、なんかね、本当、なんかあの、そう、あの初心者セッションっていうところで僕ウクレレ弾いてんすよ。ウクレレで、ウクレレじゃ違う、本当のウクレレね、ホストやってんの。それでね、ウクレレしか知らない人たちが多くてね、え、ベース弾けるんですかみたいな。こっちが本職なんですけど、実は意外とうまいですねみたいな。ああ、ちょっとなんかかえって緊張してきちゃったな。で2曲目やりますね。2曲目はちょっとまあ聞いてもらいましょうか。Thank you.
どうしてかね、これウシーさん、これ何の曲だか分かります？分かんない。田中さん分かる？オリジナルですか？いや違うんだよね、これボブ・ディランのね、オール・アロン・ザ・ウォッチ・タワーっていうさ、ロックの曲なんですよ。で、地味編がやってたっていう。あれ結構意外でしょう。あれなんかあんまり反応が薄い感じですね。そうっすか。で、僕としてはさ、こんなのジャズのデュオでやるのっていうのを選んだんだけど。まあいいや、それよしとしよう。ですね、それではですね、それでそうなんだ、意外とあれですね、思いのほか。あ、次なんだっけ、次僕の曲か。あ、僕の曲なんだ。そうか。あ、もう一曲あるんでした。では、このオリジナルやります。これあの作曲も多少してんですけど、本当本当でね、音楽一生懸命やってたのってもう40年ぐらい前なんですけど、その頃作った曲がほとんどなんですよ。なんか全然才能ないので、毎朝メロディー書くみたいなさ、かっこいいこと言う人いるじゃないですか。で、全然ね、やろうとするとものすごいエネルギーを使ってしまうので全然今できないんですけど、とは言いつつ、去年一昨年あたりに作った一番最近の曲なんですけど、ほとんどなんかわけわかんないじゃんみたいな感じで言われつつ、ちょっとやってみたいと思います。Thank you.
ういう曲なんですよ。どうですかね。あれなんかわけわかんないですよね。これ12 12 12 Birds っていう曲にしてるんですけど、12小節の曲なんですよ。12小節っていうとブルースじゃないですか、通常は。だけどちょっとブルース、これブルースなのかなっていうとこがさ、ミソなんですけど、まあ別に分かんなくてもいいんだけどという曲でした。ちょっとなんか精神的に大丈夫ってみんなに言われてるんだけど、さてそれでですね、これが僕のオリジナルで、この訳の分からないオリジナルの後にこの志乃さんの美しいオリジナルをやろうと思います。これは何かありますか。新田さんと僕とで半々で曲選んでるんですけど、さっきやったジミヘンドリックスがやったっていうやつが最初オリジナルだと思ってて、僕だけ3つ持ってきちゃったんですよ。3-3でオリジナル3何か3かなと思ってたらあ違うと思って、気づかなくて、僕だけ1曲今回オリジナルが多いんですけど、ダンスオブザジェリーフィッシュっていうタイトルをつけた曲で、クラゲ、そうですね、クラゲの踊りって、曲書くときはもう何も考えてなくて、なんかこうなんでしょうね、僕はあんまり書くの得意じゃないので、僕もとりあえずでもなんか書かないとというか、僕が好きなピアニストはみんなその同時にコンポーザーでもあるから、まあ、それをこう姿勢だけでも見習いたいっていうんで、なるべく自分がリーダーのたびに必ず1個は書こうと思って、これも去年のいつ頃かに書いた曲なんですけれども、だいたい書いた後にその聞いた感じで、だいたい風景だったりそういうので僕はタイトルつけたりとか、本当に何も意味がない時もあったりあるんですけど、これはなんとなくそういう なんかこう海の穏やかなつもりでは脳内では思ってます、うん、っていう、ダンスオブザジェリーフィッシュという曲です。ではThank you.
ありがとうございます。ちょうどだいたい時間で終われたと思います。配信は多分これでおしまいなんですよ。あと2ステージ聞いてってください。